高さを出せっていう。最终八木还是按照师傅的要求用模板确定了短柱的高度。若い人のその言い分から言いますと、やっぱりその科学的なその機械でやってるからもっとその精密さは保たれるかなっていう。まあそれは若い人はそういう考えだよね。じゃあそういう場合はどうします？やっぱりその伝統のもの。それは伝統の、それは絶対に譲れません。それは片枝でしか できないものもありますからね。その炭の削りとかね。それは片枝でピタッと当てたらもうすぐ出るからね。それはもう 何千年経ってもそれでいかんと、そんなコンピューターではいい。的确有些记忆的传承是需要用身体的感觉来记忆的。在经过多次失败之后，瓦师山本清一找到了导致螭尾开裂的原因。要解决这个难题，必须保证整个螭尾的干燥过程能同步进行。粘土の教養。何日ぐらいで？そうやったら3日で上がった。3日で上がった。三天是平常速度的三倍。为了推迟干燥速度，三本清一用布将螭尾包起来，随后靠蒸汽来给螭尾表面加湿。螭尾被运到窑前，这是最后的考验。所有参与者都在默默祈祷成功。一次烧制要持续12天，温度超过1200度以后要降到900度，这是无数次失败得到的数据。もうほんまにあの危ない橋渡ってます。12天过去了。一大早，山本清一一身正装出现。哎呦！努力呢？まあ決勝が今日はっきりと現れてくるし、まあまあめったに形だけであったらいいと。まあそれだけでね。出る前に、作品が出る前にちゃんとその背広を着たんですよね。あれはやっぱりどういう気持ちで。そうだな、まあ儀式みたいなもんでかな。儀式みたい、やっぱり釜から出る時は神秘なもんですからな、まあ、子供が生まれるのと一緒ですわな。